運命は誰と組むかにかかっている。異世界での彼らの新しい戦いが始まる。キモい。ダンジョンズ&ドラゴンズ。呪文間違えたかも。素晴らしい。すごいですね。マーゼル、ダンジョンズ&ドラゴンの、どうやら曲に選ばれてるということですね、これは。いやいやいや、素晴らしい。いや、僕ね、映画好きなんですけども、なんとクリス・パイン、ミシェル・ロドリゲスも出てますよ。いやー、なかなか、ヒュー・グラントも出てる。うん。すごくね、なかなかビッグバジェットのいい、配給の映画ですので、いやー、素晴らしい。いいね。グローバルに活躍していく予感がいたしますね。どうも、白石秀則です。このチャンネルは44歳の音楽家白石秀則と猫3匹との生活や音楽経験談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露してみたり、 BMSG、BE:FIRST を中心に音楽的リアクションをしてみたり、介護のお話をしてみたりしているチャンネルでございます。よかったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。昨日ですね、私、小学校、中学校の同級生とですね、ちょっとこうバーッと飲んでですね、まあ、釈迦的に、飲み明かしたわけですね。でね、ちょっと僕の親友がですね、ちょっともう緑内障で目が見えなくなって、しまっているんですけど、なんかね、すごくもう目が見えなくてってね、1年以上経ってるんですけども、すごくね、明るくなってて、もうあのね、目のレベルが下がってきてる時、見えなくなってきてる時はすごくね、落ち込んでたんだけども、見えなくなってからはもう、そこからはもうね、上がっていくっていうか、その生活に馴染んでいくしかないわけですね。で、すごいポジティブになっていたので、すごく勇気をもらいましたね。なんか、人間で強いなというふうに思いました。はい。でね、白石さん、マイクに乗る、乗らないの、その打開策とか、こう、どういうふうにしたらマイクの乗りが良くなるんですかみたいなコメントがあったんですけど、僕よくマナーと、BE:FIRST のマナーとマイク乗りがいいとかって言うんですけど、それって正直声の特性、周波数なんですよ。その人が持ってる声の周波数がそのマイクの特性に合っている。例えばもしくは PA の卓ね、音響機材に合っているとかっていうので大きく分けられるんで、まあ、元々の持ってる特性っていうのが強かったりします。マナトがマイクに乗っかりやすい、音が乗っかりやすい周波数の声を持っているっていう特性。まあ他にも僕も結構マイクに乗りやすい声をするんですけど、結構そういう方は 何人かいて、マナトは特にすぐグッと乗るんですよね。面白いのがレコーディングしてて、僕ノイマンのマイク持ってるんですけど、これでもねすごい高いやつもあるんですよ。で、撮ったら何でも良くなりそうじゃないですか。僕もレコーディングでノイマンの100万近くするマイクを試してやったんですけど、結局なんかシュワのね、安いやつの方が俺の声に合ってたとか、いろいろやっぱりマイクによっても、その人に合う合わないあるんで、アーティストだったら自分に合うマイクを買うじゃないですか。けども、まあグループ、ダンスボーカルグループだったらみんな同じね、フォルムの方がかっこいいから、あと無線マイクで、一人一人変えるってわけでも難しいからね。けど多分すごい、もうめちゃくちゃ売れたら一人一人その人の声に合った周波数の乗りやすいマイクとか作っていってる人もいるんじゃないかな。お金持ってるとこはね、カスタムしてね。というわけで、まあそのマイクに合った声を持っている人がマイクに乗りやすいです。で、どんなマイクでも乗るような周波数帯を持っているのはマナトかなと。大体のマイクには乗っかるんじゃないかな、マナトは。とかね。まあそんな感じですね。マイクの声のノリがいいっていうのはそういう感じです。はい。というわけで今日はミッション、エピソード10、ゲットダウン。さあ、長尺なので見ていきたいと思います。せーの、ポチリ。では早速、次の課題に発表します。はい。次は、ちょうど12人いるので、2チーム。では、チーム分けを発表していきます。チーム名はですね、前回が A、B、C と言ったので、D、E です。D、E です。はい、D です。D。D です。あ、D。D。E です。E です。あ、おーっと
ほうほう。曲のタイトルはですね、ゲットダウン。ゲットダウン。どんな曲名言っても絶対。コレオグラファーなんですけど、おーおーおー、誰だ誰だ、翔平さんです。うわ、翔平さん、翔平さんよ。飛んでる飛んでる。5、6、7、8、1、2、3、から1、2、1、2、来たら足が右足外に出しながら、事前にちょっと今回この子たちが踊りますっていうのをちょっと見せてもらって、で多分こう大人、がっつり大人っていうのと子供だった時からのちょうど真ん中ぐらいな感じだったんで、どこかでこう子供らしさなやんちゃな部分とちょっと大人っぽいちょっとセクシーな部分を意識して作ってみたいな、届きそうで届かないような表現ずっとやってて、一番最後に掴み取るっていうのをこのオーディションっていう機会でつけるんだったら、なんかそういうみんなに掴み取ってほしいなと思って、そういう振りを入れてみました。僕結構今回ガチガチに振りはつけました。オーディションってこともあるし、やっぱりしっかりパフォーマンス見せてほしい、移動から振りから何から結構バッてつけたものに対してすげえついてこれてるなって思います。ここまで残ってて、どうにか進みたい、掴みたいってのが気持ちとなって、それが行動になって出てるのがすごく伝わるし、初めてであれだけ未経験からやってあれだけやったらもうすごいですから、あれは本当に。移動ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日2つこれくっつけて、で僕ここ、龍樹くんここ、直哉くんがそこで、でトムトムが一番入ってくる。でもこれ完璧、僕寝るときマスクしてるんですよ。あ、こうの、でもこうで寝ない。意外と寝るときは逆向いてるんですね。そう意外と離れてる。それでたまになんかこうやって起きたらトムの顔ここでやって、真夜中にバリでかい声出そう。やっぱ仲良くなる人って仲良くなるんだね。共鳴ソング、ギョンギョン先生。肌がでかすぎるとダメなんだなって今分かった。何時間もついたため息、二度とも戻りはしない。よし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 、今はそれでよしとしてあげる。はい、頑張ったら。はい、あなたのことだから多分すぐちっちゃいやつが入っていけると思います。はい、滑舌のちっちゃい「つ」のコーナーのところをちゃんとやってください。はい、ありがとうございます。また、なんとなくすぎるのはって言って。また、なんとなくすぎるのは誰のせいって言って。誰のせい。おー、それでフレージングすればいいんや。あんたはタッ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 って1個ずつになっちゃってるだけなのよ。はい、はい、どうぞ。また、なんとなくすぎるのは誰のせい。そういうこと、そういうこと、そういうこと。音なんか外れてもいいから顔やれ、先生の真似しろ。ね、
やいや、歌そんなにやったことがないだけだから。前髪しかないチャンスの神様の背中が届いた。今度こそあともう一回。もう一回のいいやん。あ、ペップする。答えならば自分次第。最後の最後どうやって締めくくるかっていうところがしっかりして、あの腹に刺さるところに向かってれば結構全部うまくいったりするんですよ。ゴミの最後のポーズみたいなね、あそこが大事なんです。はい、先生がせっかくこうやったりとかこうやったりしてんだから真似しなさい。わかりました。はい、先生だけ 見ながら歌いなさい、はい、ワン時間ばかり過ぎ去る答えは何一つない。ブラボー。なんでその不安定な語尾を踏み出すよ。神しかないチャンスの神様の背中が届いた。そんなにね、早いって思わないでよ。前髪しかないチャンスの神様の背中が届いた。前髪しかないチャンスの神様の背中が届いた。おお、よかったんじゃない今のリズム。今も誰かと比べては足を止め、うん、いいよいいよいいよいいいい、うん、その感じでもう一個いっちゃおうか、はい、ボリュームも立てていいよ。今も誰かと比べては足を止め、うん、めっちゃ良くなった。消えることなんてないダメージ、いつまでもゴールは待ってない。いいね。はい、海流は合宿中に体にあのジェームス・ブラウンかマイケル・ジャクソンを入れるとありがたいな。はい。消えることなんてないダメージ、ダメージマイケルだったらそんな感じになっちゃう。かっこよかったよ。相変わらずあと少しでまた見失う何度も。うん、いい感じだね。ランに一番今欲しいやつだから、なんか繰り返し練習しといてください。わかりました。相変わらずあと少しでまた、はい、この感じめっちゃいいと思うから答えは何一つない。うんうんうん、ソが本当に苦手で、本当は多分出るんだよね。出ないかもってやると、うん、ここら辺引っ込むから裏返っちゃうんだよね。メンタルとの戦いもある、うん、誰のために Many tries 今はまだ何も持ってない。あ、よい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 よ。誰のために Many tries 今はまだ何も持ってない。うんうんうん、撮るたび良くなるね。歌ったりとかさ、はい、声伸ばしたりとかさ、大きい声出したりってさ、あの普通のことじゃないじゃん、はい、普通に生きてるとしないじゃん、はい、だから多分慣れれば慣れるだけそれ良くなっていくから、うんうん、なんか今は慣れてないから慣れようっていう気持ちでやるといいと思う。わかりました。全部良くなると思うよ、歌もラップも。はい、ありがとうございます。今度こそ話はしない。そうだね、もう少しリズム食べた方がいいかもね。ただわがままに Get down Get down Get down。 おー、掴んだね。素晴らしかった。大体掴んできました。掴んだね。歌めっちゃ良かったね。ですか、ちょっと、うん、まだまだ全然本当に出力が、いや、あのもうニュアンス掴んでくれたし、はい、この状態でさらに仕上げたらもっと良くなりそうだし、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。面白い声だね。面白い声ってすごい大絶賛や。それ本当にいいことだよ。タクトもなんか本当伸びそうだね。
リュウキもやっぱ感情が入るレコーディングをあの年でやれてるのがすごいいいと思う。若さってやっぱ武器よ。レコーディングって緊張するから結構なことですよ。それこそ現場にベタでいるわけじゃない自分が中心にさせるわけですから結構なことですよね、うん、コロナって継続するじゃないですか、うん、ずっと心配事が増えるじゃないですか。しかも次の日誰かが発症するんじゃないかしないんじゃないか陰性なんじゃないか陽性なんじゃないかとかっていうタイプの問題だったので、正常に進んでないだけではなくチームが正常な判断をできる状態ではない。一回根っこからドンと中止させてもらって仕切り直す必要はすごいあったし、まあ、社員スタッフのモチベーションとあとまあ参加者からの信頼、そこが本当に怖かったな。でも逆に言うとこのまま続けていくことが一番信頼を損なうとも思ったし、そういう感じはある。結局一番大事にすべきは合格するにしろ今回はご縁がなかったにしろ参加者全員がこのオーディションやってよかったと思えないと絶対にダメ。それは BMSG 設立した時から思っているし言っていることなので、うん、さすが。皆さんお久しぶりです。で今日から3日間しっかりと、またグループで練習を改めてして、2週間後ですねもう1回集まるのでそこでまた最後の練習して審査の日に挑んでほしいなと思います。10月11日になりました。で11の本番で、ゲートダウンのパフォーマンスを見せてもらってそこで合格者が決まるということになります。さあこの1ヶ月みんなやってたかな。はじめもっと揃ったらいいな、うん、そうね、おって鳴らしたい。遊び心でダンス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 みたいな、なんか本当あれみたいなのをちょっと入れるっていう感じだから、うん、ダンス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 ここちょっと、あ、そういうテンション感なんか、そう、あ、で、ここも滑らかに来た、決意してる顔で踊る決意顔で踊る。この歌詞の意味をみんなで話し合ってこの文章のところはこういう気持ちというか自分の気持ちをいいねみんなで共有したって感じです。なんか最後はもうなんか霧晴れて、うん、あれやから結構笑顔目でもいいんかなと。あ、最後ね、そう、最後一番爆発はっちゃける感じやもん。もう、うん、もう輝いてるみたいな感じで、ね、イメージ分かるけどそれだなっていう今度こそあーという気持ちを今度こそあーもう一回どうどうねどうまた動けなさるかバカなことばっかもういっそやんなきゃよかった口から出るのはちょっと待った。いいねしかないチャンスのたくさんの背中を乗れたなら今から落としさ今度こそあーともう一回ここまで残ってる人はみんないいね。
と少しで頑張ってる感じはなんかたまたまかもしれないけど超曲に合ってるから普通に頑張っちゃっていい気がする。わかりました。歌に集中して、うん、いい味で頑張ります。届いてしまいそうなくらいの感じがなかった。届いてしまいそうなくらいの感じが一緒やから届いてほしい。俺もみんなでやってる時にさっき1個あって、ちぎりに、まあ、ステージをしちゃうみたいなとこあったから、なんか奥行きはもうちょっとなんか意識してもいいのかなっていう部分なんですけど。一人一人にあって、リュウキはなんかめっちゃいいところはほんまになんか曲の雰囲気というかを使うのがめっちゃうまいなと思って、その反面になんか練習しすぎ、一人の練習期間が分かったのか分からへんけど、結構自分の踊り、自分の気持ちいい踊り方になって、なんか、まあ、タップでこの3人おったらなんか全員が違うダンスに見えるから、グループとしてやるっていうのにはちょっと、例えばこのカットからところとかもなんかコードしてたりとか、なんか分からへんけど、こことかなんかそういうところをもうちょっとなんか正確な踊りで踊ったら、そのグループとして馴染む感じがするかなっていうふうに思ったのと、たっくんはほんまにダンスがあの、なんていうの、もうナッツが見本になるぐらい超正確で、めっちゃほんまに一番学ばなあかんなって思ったんですけど、表情のレパートリーが少ないなと思って、なんかもうちょっと歌うところとかになんか目を開くだけでもちょっと違うかもしれない。いろんなもうちょっとセクシーとか可愛いとかの表情とかもプラスしたら、もっとなんかわってダンスが素晴らしすぎて、表情とかも自分の歌うところにあったらもっとアーティスト感が出るかなっていうふうに思いました。正直あの期間があって今だったら良かったなと思ってて、まあその期間でだいぶ歌とか自分の家で練習できたし、これがじゃあもしあの大阪の夏合宿が何事もなくそのまま最後まで進んでたら結果変わってたのかなとかっていうのも思うし、多分あれなかったら多分1ヶ月の間に多分メンバー決まってたのかな、またあの1ヶ月だけで決めてたら多分全然また違っただろうしと思うんで、結果往来に僕らがしていくしかないというか、うん、自分にとってはすごくプラスでしたね。やっぱり多分あのまま何事もなかったとしても多分デビューメンバーには残ってないと思いますね。自分で見直す期間ができたというか、いいかげさね、自分のパフォーマンスを客観視する期間ができたので、自分の良くないところだったりとか逆に自分が伸ばしたいところだったりとかっていうのをその2ヶ月で見つけることができたので、すごくありがたい時間でした。合宿で結構いろんなジャンルをマニーさんとかに教えていただいて、足りないジャンルとかその自分が苦手な 腰とかの部分の使い方とかが自分のダメなポイントとかが結構見つかったんで、そこを集中的にやろうっていうことでやりました。じゃあ割といい時間だったのか。そうですね、その実力を上げるっていう面では、まあ、時間もすごく余裕があったし、もうずっと課題曲というか、もう次の審査に向けて練習してます。いい意味で考えるとやっぱ練習時間が多かったので、その分その曲に対してとか課題に対してはめちゃくちゃ練習する時間がありました。大阪でやってたことが東京になったって感じで、なんか泊まるのは一緒じゃないけど練習はみんなでって感じだったので、なんかそんなになんか違和感なくと言いますか、しっかり普通に練習できたなっていう感じ。本当に人生かかってるなっていうのを改めて考え直した期間でした。本当にでもなんか本当個人的にもあのフェスを帰ると2人で見に行ったことに結構意味があったなって思います。うわ悔しいなって全然2人でつねり合いながらランとか出てきたらおおって言いながらほんまに頑張ろうみたいな、絶対デビューしようっていう話を。そうなんですよ、フェスしてました。そのフェスをやっぱ見てて、
まあ、翔太くんだったりコア君だったりをはじめ類体系エディとか見てても同じトレーニーだったりとかするのにこんだけ圧倒されるものを見せられてこれは自分がグダグダ言ってる暇ないなって思った次に BE:FIRST を見て本当にこう、まあ、差を感じたというか自分も頑張ればこうなるんじゃないかみたいな同じ経験をしてバックボーンは違うけど同じ場所で同じ時間同じ経験をしてきた人たちがデビューして自信をつけただけでここまで大きくなれてっていうのを見てなんかそこにすごい自分は打たれたなというかなんかそっからやっぱ終わってあじゃあ自分はもうその次のグループとして絶対にいなきゃいけない存在だと思わせようっていうなんか気持ちにまた一つ切り替えられたかなっていう感じです。いいね、押し切ったけどなんか同時にすごい終わった瞬間が感慨深かったなって感じです自分も次に進まなきゃいけないなっていうなんか終わった瞬間にドッときたというかまだまだ全然終わってないんでこれからなんて僕はいつぶりライブはいつぶりなの5月ぶりか、あのアーティストとしてのレイクをどうやって探すかとか本当マジニューチャプター新章俺にとっての新章って何だろうってなんとなく分かってきたなって思ってここからの自分って絶対違う人になるなって思ったライブでしたマジで本当にもうあのなんだろうだって他のみんながさあのなんだろう突入してるから見てるとさ自分もって思ってるとなんかみんなに押されて頼もしい仲間がこんなにもいるからみんなに押されてここからまた急成長すると思います。意識の気がする発表会的な振り間違えないようにとか自分のパートちゃんと歌うようにみたいなことっていうよりは割と目を見ると分かることないですか。対面でしか分からない何かがあるわけですね。うん、それはあると思いますね。なんかミスんないでやったら100点ってわけでもないしね。そういう技術的なやつはそれこそ映像を通してみたら分かる。本番までになんかチーム同士とかであの気がかりなところとか心残りとかなんかそれこそチームワークうまくいってないとかなるとそれも顔に出るしね。うん、そうだよね。うわー、なるほど。2人かしんどいな。行け、どっち行くの、どっち行くの。えどっち後ろがちょっとだけ、まあ、へこんでるというか、ちょっとかかってるからそこだけ気をつけて、はい、一応テープで補強というか、カバーをしてるんだけど、言うて足、もっとちょっと感覚違うから、それだけ気をつけて。はい、14時半からやりたいと思います。はい。お願いします。いやー、本番感そんなないよね。ちょっと、うん、
スイッチは入れた方がいいと思うとはちょっと思ってますね、うん、なんでそれをしないとなですね。言うだけですか、緊張って大事ですからね、うん、そうなんです、そこだけですね、僕らなんかね、ここが少し心配、心配っていうかなんかあの、単なる発表会になってる気がする。そう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 、それです、それです。いや、まだそんな経ってないんだなと思う。いや、去年の。いや、全然いいですよ。1年半前ぐらい。おはようございます。おはようございます。じゃあ、やりますよ。はい、お願いします。お願いします。緊張してますか？まあ、すると思うんだけど、緊張して、いいと思うし、なんなら緊張してあげてください。今日みたいな人生がかかったステージみたいなのって、プロになるとやっぱり何回か来るので、今日は間違いなくそういう日だと思うので、なんかこうそれをうやむやにごまかすよりは、あ、ちゃんと人生かかってるなと思ってしっかり受け止めて受け入れて、本気でやってもらえたら嬉しいなと思いますし、もう今日は場所はこういうライブハウスだけど、カメラが回ってて、見てる人がいて、まあ、これはだからプロになった時にものすごい何万人の前でするライブであったりとか、生放送の一発限りのテレビ収録であったりとか、そういったもので顔がかかってくる緊張だったりとかと同じものだと思うので、自分の中ですごい最高にそういうステージをイメージした上で、なんか発表会とかコンテストとはやっぱり違うので、パフォーマンスをするぞ、表現をするぞっていう気持ちで、本気でやってくれたら、しっかりと受け止めますので、緊張していきましょう。はい、気合入れていきましょう。はい、じゃあ楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。確かにこのくらいのが見やすいな。またなんとなく過ぎるのは誰のせい、 oh, 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 yeah. 消えることなんてないダメージ、いつまでもゴールは待ってない、何時間もついたため息、二度とも戻りはしない、だから今ほんとだらがむしょらに get down get down 踏み出すよ、頭の中もう操縦バカなことばっか、もういっそやんなきゃよかった、口から出るのはちょっと待った、うん、神しかないチャンスの神様の背中が届いた、なら今から追い越すさ、今度こそ As a more time、 何のために Many times 今はまだ何も終わってない、進む先に見えた答えならば自分次第、消えることなんてないダメージ、いつまでもゴールは待ってない、何時間もついたため息、二度とも戻りはしない、だから今ほんわただがむしゃらに get down get down 踏み出すよ、
かっこいいな。難しい曲だな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。全員でこういう感情で行こうっていうのを共有したんだろうなっていう節々がたくさん見れたのが、見てても楽しかったですし、パフォーマンスとしてすごい質の高いものだったっていうのは間違いないと思うんで、本当にこれ見れて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあパフォーマンスを終えて、龍樹からどうですか。めっちゃなんか今感動していて、そのメンバーでこうやって本当にできたことが本当に嬉しくて、ボーイズグループっていうもので生きていくんじゃないかっていうようなこう案だったり話し合いだったりを行われたのが個人的にこうグッときていて、今楽しかったです。こちらこそありがとうございます。本当に楽曲が色づくね、いろんな表情を曲の中で本当に見せてくれるし、なんだろう、表情って作るってよく言われるけど、作るというよりはこう出てくるみたいな感じがするのがすごいすごい良かったです。感情とパフォーマンスがつながった状態で見せてくれてるのはすごく質の高いことだとすごく思います。高いクオリティのパフォーマンスが見れたことが嬉しいです。まだまだラップとか歌とか伸ばしたいところいっぱいあると思うんですけど、全然後からついてくるものだと思うので、そこら辺はあまり心配してないので、ガンガン伸びていってください。ありがとうございます。勇気が歌うとガラッと景色が変わるね。この楽曲はやっぱ楽しいだけじゃないよなっていうのはやっぱ常にチームの中で共有していて、ゲットダウンという詩に込められた思いとかをやっぱ今の段階の自分たちにしか解釈できない考え方で解釈をした上で今パフォーマンスができて、なんか楽しかったというよりすごい気持ちよかったなっていう印象が強くて、いいパフォーマンスができなかった時になんかなんでできないんだろうってなんか悩んでる時間すら自分はすごく楽しくて、このメンバーと音楽ができてなんかすごい幸せな気持ちになれたゲットダウンの練習期間でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。気合が入っていたね。気合が入った時にその感情を歌に、テクニックとして乗せられるっていうのは練習した人じゃないとできないので、たくさん練習してきてくれたんだなとか、パフォーマンスの意識というか、こここういう風にやろうっていうのを考えてやってるところもすごい伝わってきたし、全部効果的だったし、歌いながら踊るっていうことに関してこのスピードでこのナチュラルさっていうのはまずすごいことだと思うので、すごいまず自分を褒めて誇ってあげてほしいなと本当に思います。少しだけアドバイスみたいなことがすぐ言えることがあるとしたら、その分移動の瞬間だったりとか一瞬途切れちゃう時があるので、そこがねずっと途切れないともっともっと良くなると思います。そういうのがナチュラルにできるのって結局経験と基礎練しかないと思うので、地道に頑張っていったらまだまだ余白があるってことだと思うので、なんせ素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。影響もやばいね。どうでしたか。はい、そうです。僕も本当にとにかく楽しくて楽しかったんですけど、練習の段階からこのチームは一人一人なんだろう意見を持って一人一人が何かこうした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないっていう風に全員が全員で切磋琢磨して、このゲットダウンの作品を作れたと思っていて、悔いのない納得のいくパフォーマンスが僕はできたなと思っているので、はい、とにかく感謝します。で、とにかく楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。人がいい。完全に歌手だったし、コレオグラフがあるところもそうだし、コレオグラフがないところの身振り手振りも華々しく結構群を抜いてかっこよかったと思ってるくらいかっこよかったです。すごい素敵だと思います。なのでまだ開けるかなと思います。歌の才能こんなにあるって気づいてた？いや全く。そうか。20年間以上眠り続けてきた才能が今開いてるとこだと思うんで、大事にしてあげてください。はい、
濃いパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございました。会議はどうでしたか？すごい D チーム、練習の時から雰囲気も良くて、まあ、準備していくのもすごい楽しかったし、だからこそすごいいいパフォーマンスきっとできるんだろうなって自信があったので、うん、今日もいい意味でなんか練習通りというか、そこにプラスアルファここでしか出ないなんかバイブスであったりとか出て納得のいくパフォーマンスが自分できたと思っているので、うんうん、ありがとうございます。いや伝わります。空気良さそうだなっていうのがすごい伝わります。ゲットだって実は難しいのがさ、歌詞が暗い曲は明るいみたいなところだったり、するじゃない。だからこう感情ばらけやすかったりとか、そこの共有がなんかすごく丁寧になされてるんだろうなみたいなのと、あ空気が良いなっていうのはやっぱパフォーマンスの節々から伝わってきたので、いいチームを作ってくれて本当ありがとうございます。海流は特に今回の楽曲であれが聴けたのがすごい個人的には嬉しかったです。アタックの強いところ、特に最後の部分とか、綺麗につなげて歌うって言葉にすると簡単だけどめちゃくちゃ難しいことなので、それを上手にやられてるっていう時点でもう賛美されてしかるべき才能というか努力の結晶だと思うんで、本当に素晴らしい歌だなと思うんだけど、アタックが入るとね、特にこういう曲はガツンと顔が変わるので、まあ、最後の方とかが本当に良かったね。それでいうとあこの海流見たかったなっていう感じがすごい嬉しかったです。ありがとうございます。名古屋はどうでした？はい、助け合ってこのいい作品ができてるっていうことがなんか本当に感動今していて、本当に練習の時からすごくいい作品が本前出すんだろうなっていうふうに感じていたので、僕たちにしか出せないゲッターができて本当にやりきったなっていうふうに思いますし、本当に後悔がなくて本当になんか楽しかったなっていうふうに思います。ありがとう。そうなんだよね、決して短くないチームだったもんね。この期間本当に短くなかったと思うので、その期間ずっとこう途切れさせずに、取り組んでくれて本当にありがとうございます。直哉のパフォーマンスも顔になるよね。どんどんとずっと集中が途切れてないっていうところで言うと頭一つ抜けてるくらい、その曲イントロのスタートからアウトロちょっとあとくらいまで、ずっと曲の中でずっとパフォーマンスをされてて、それが途切れない。直哉のすごいかっこよかったのは歌い終わりとかのところだったりするから、それはね結構パフォーマンスレベルとして、高いことだと思うので、難しいところとか歌い終わったらさちょっと一瞬気が抜けちゃったりするんだけど、むしろ歌い終わった後自分の歌でさらに自分のこうモチベーション上がっていくというか、感情上がっていくというか、でそれを受け取ってさらに上がっていくっていうか、そういうコミュニケーションが見てる人、まあ俺だけど見てる人とやってる人で取れてるっていうのはすごい良いパフォーマンスっていうことの証明だと思うんで、なんかすごい見るたびにアーティストとして階段をこう2つくらい上がっていくのはすごいなと尊敬しております。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかっこよかった、マジで。ではもうやりたくてしょうがないと思います。チーム交換といきましょう。素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、AJ、 お疲れ。素晴らしかった。お疲れ。お願いします。
答えは何一つない今も誰かと比べては足を止めやらなきゃいけないこと後にしてまたなんとなく尽きるのは誰のせい Oh, 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 yeah 消えることなんてないダメージいつまでもゴールは待ってない何時間もついたため息二度とも戻りはしないだから今レベル上がってるね。うん、すごい。頭の中もそっちゅうバカなことばっかもういっそやんなきゃよかった口から出るのはちょっと待った前髪しかないチャンスの神様の背中声がいいねなら今から追い越すさ今度こそあともう一回何のためにメリークライツ今はまだ何も終わってない進む先に見えた答えならば自分次第消えることなんてないダメージいつまでもゴールは待ってない早といいね何時間もついたため息二度とも戻りはいい顔してるだから今ふうことなんてないイメージいつまでも遠回りはしない踏み出せばもうそこがステージ今度こそ話はしないだから今誰がむしゃらに Get down, get down 踏み出すの隼人のアクセントの付け方がめちゃくちゃ良かったな。カノンも素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なパフォーマンスありがとうございます。息がね、上がるよね。生徒はどうでしたか？はい。この期間、正直本当、自分のメンタリティの部分とすごい戦ってきてて、本番うまく自分が出せなかったりとか自分の例えば緊張とかに勝てないことが多くてなんか初めてステージを楽しめた気がしました、うん、そしてこのゲッターを踊ってる途中に本当みんなの顔をすごい見たりもしたんですけどめちゃくちゃいい顔してていい顔の瞬間多かったね公平とか練習で見たことないぐらいのクールな顔とかめっちゃ楽しんでるしみんなすげえこのステージ楽しんでるなと思ってすごい個人的にもワクワクしてテンション感もすごい上がって本当にいいステージにできたかなって思いますありがとうございますジョークさんありがとうございますいい声してたよ生徒の声のいい成分っていうのが特に最初の歌い出しのところとかはすごく魅力的な部分が前回に出てたと思うし、歌だけでなくやっぱりダンスもここに来てリズムをこう体で取るというただそれだけのことがすごくこう上の段階に行った感じはします生徒もみんな のいい顔の話をしていたけれど他ならぬ生徒自身もすごいいい顔をしてらっしゃってそれはすごくやっぱり見てる側はワクワクするよね素敵なパフォーマンスでしたありがとうございますありがとうございます隼人はどうですかはいそうですね
いろんな気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、楽しかったっていう気持ちが一番あるんですけど、まあ、自分の中では、まあ、このステージを通して、まあ、課題点を自分で見つけることもできたし、前回から課題点っていうのも継続して自分であると思っていて、レッドダウンっていう歌が自分にとっては結構難しい曲、今まで出会ってなかった結構難しい曲であって、キーも高いし、テンポも速いっていうので、一番苦手とする曲であったんですけど、でもこの練習を通すことによって、自分でも成長できたことがすごい分かったし、もっとこういう歌を歌ってみたいなっていう、歌への興味ももっと増えたと思うし、ダンスに関しても同じですし、そういった部分ではすごいいろんな発見をできたのが、この E チームでできた結果なんだなっていうふうに、ありがとうございます。素敵なところがでも本当にいっぱい積み重なったあの数分間でした。本当にさらっとウインクとかを入れてくるけれどもウインクとか笑顔とかそういったものが何だろう、あざとく映らないというか、本当にパフォーマンスとして、ちゃんとコントロールされている、自分の中の感情とやりたいこととやるべきことがコントロールされてステージでできているので、すごくもう相当まあ2ヶ月とはいえたかが2ヶ月だと思うんだけど、本当に大きく変わったと思います。ダンスもどんどんと上手くなるし、で歌も自分はリョンリョン流のやり方みたいなのがなんとなくこうなんとなくっていうか何年かやってるから分かったりするんだけれど、実際に多分あこういうところをこうって言われただろうなっていうのを丁寧にやられていて、でそれがすごいなってたし、ゲッダウンのゲットがすごいなってたし、意識してやってるな、そしてそれがいい方向に転がってるなと思いました。そういうなんかこうトレーナーだったりに言われたことを愚直に取り入れて練習しできる人っていうのはやっぱり伸びるので、すごく伸びしろをたくさん感じるステージでした。ありがとうございます。めっちゃ変わってた。ありがとうございます。ランはどうでしたか？とにかく歌もダンスも楽しかったなっていうのがもう今回のゲットダウンの印象で、みんな本当に無邪気に踊ってちゃんと届けてて、なんかすごいもうそれがここに立ってる自分でも感動して、自分がいるべき場所はここなんじゃないかなとなんか自分でも感じるくらい本当にこのパフォーマンスが楽しかったです。なんか楽しいしか言ってないんですけど、いやいや素晴らしいことだと思います。はい、泣けそうになるわ。このメンバーで集まってできてよかったです。そして D チーム、E チーム2つともいいパフォーマンスができてたと思うので、本当にそこはなんかもう最高でした。今日一日が最高でした。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵なパフォーマンスでしたね。時にこうパフォーマンスで周りを引っ張れる瞬間もあるし、きっとだからこそ人のパフォーマンスに頼ったり甘えたりする瞬間がたまにこう出てきてることも嬉しいですし、それはなんかこう頼り合って頼り合えるチームができると強くなるっていうのは、なんかこういろいろといろんなものを見て自分は自信を持って言えることでもあるので、それがちょっと見れそうでワクワクする瞬間っていうのは多かったです。まあ、純粋に歌もダンスもここに来てまた伸びていると思うし、あここ多分苦手なラインなんだろうなっていうのを歌うちょっと前くらいからなんとなく苦手なところに行こうとしてるなっていうのをこう香る瞬間がまだあったりするけれど、まあでもそれもよっぽど気にしてみなかったら伝わってこないくらい、パフォーマンスをするっていうことを、それに集中するっていうことに関しての完成度は今まで見た中でも今日が一番素晴らしかったと思いますし、ここに来てまた成長期が来るんだろうなというのを感じていますので、どうかそのチャンスを逃さずたくさん成長していってください。はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか、大変なチームビルディングの期間もあったと思うんだけれども、すべてをこうパフォーマンスという形でゲットダウンを見せてくれたことっていうのはすごい自分も嬉しいですし、もう全員それは本当にね誇りに持っていいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いいこと言ってたな。ありがとうございました。ありがとうございました。最高やった。ありがとう。マジよ。ナイスバイブス。いや。やった。ナイスバイブス。やったね。いや生徒は声が良かったね。声が良かったもんね。最高バイブス。そういうことやね。そう、ランのさ、最後のコメント、鬼に感動してもらった。いやいやいや、ランの最後のコメント、やばいな。感動してた。ちょっとまずナイス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 アニマコメント。ありがとう。ありがとう。よかった、ありがとう。ありがとうございました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 。消耗した。まあします。消耗するよね。よいしょ。嫌だな、診察するの。嫌ですね。なんかこれ難しい問題だけど、1週間合宿して何かが決定的に伸びるっていうタイプの状態ではない。こっちからするとすっげえ短い30分で、あっちからするとものすげえ長い30分だったでしょうし、30分きついね。ではいきますね。お待たせしました。お待たせしました。よろしくお願いします。前提として2つのチームともパフォーマンスが本当に素晴らしかったです。それがそれが本当は何よりも基本的には大事なことだと思うので、それだけどうか忘れないでいていただきたいなと思います。そしてもうちょっとお待たせしちゃってすみません。いろんな考え方とかまた今後合宿やって、まあ何のために合宿やるのか、どういうふうにやっていくのかとか、まあ、いろんなことをいろんな角度でこう考えると、本当に角度変えたら今回ご一緒をする方しない方っていうのは本当にいろんな形で変わってくると思うので、ちょっといろんな可能性ギリギリまで考えさせてもらって、遅くなっちゃいました。すみません。今12人いらっしゃると思うんですけど、そこから 10名の方で最後の合宿をやりたいと思ってます。さっき説明あったと思うんだけど、お名前呼ばれた方から上に上がっていっていただけたらなと思います。では一人目の方から名前を呼ばせていただきます。直也、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回も本当一番先に名前を呼ばせてもらってしまっているんで、2回連続で名前を最初に呼ぶっていうのはちょっと意味を持ってしまうと思うんですけど、まあ、それに値すると思ったので呼ばせていただきました。パフォーマンス何か素晴らしかったって、やっぱりずっと途切れていないというところが本当にすごく大事なことで。
やっぱ難しいコレオグラフとか難しい歌ってなったら、それ終えた瞬間ってやっぱ気緩んじゃったりとか、それが来る前ってそこのこと考えちゃったりとかすると思うんですけど、パフォーマンスしてる間ずっと感情の流れが曲の中でできてるので、それはもうプロフェッショナルだなと思いましたし、ただそれができてるだけじゃなくて、積み重ねてきたその歌とダンスの純粋なクオリティっていうのもすごい高いレベルに仕上がってきているので、とてもこれは期待およびそういうのはすごいことなんだよっていうのを改めてちょっと声を大にしていただいたので読ませていただきました。お願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、リュウキお願いいたします。ありがとうございます。素晴らしかったです。すごかったね。もちろんもっとこういう風にラップのトーンを揃えたらもっと良くなるなとか、歌唱としてもっと良くなるところいっぱいあったんですけど、それを差し置いても今回はやっぱさっきお話ししたのと少し近くなってしまうんだけど、楽曲が始まってから終わるまでの集中の途切れなさとか、楽曲をこう当たり前だけどやっぱり我々の職業ってまあ、そもそも目に見えない音楽を目に見える形でパフォーマンスしていくことだと思うので、そこはやっぱりすごく素敵だったので、その方向で、あとは本当ただただ地道な練習を積み重ねていくだけなので、もう努力の方向だったりパフォーマンスに対する意識メンタリティであったり、そういったものは全く間違ってないですよという気持ちを込めて、早めにお名前を呼びたくて呼んでしまいました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。海流、はい、おはようございます。よろしくお願いします。します、まあ本当に相変わらず素敵な歌声だなとか、ダンスもどんどんと、なんでしょう、ただ振り踊ってるんじゃなくてダンスパフォーマンスっていうものにどんどんとなってきてるので、パフォーマンスにおいて特に具体的に指摘をしたい部分っていうのはそんなにないというか、むしろアタックの入れた歌もうちょっとたくさん聴きたいなとか、パターンは今後増やせばいいことだし、実際今増えてくってことは今後またもっと増えてくってことだと思うので、楽しみしかないんです。なんか今日そのパフォーマンスの前後含めて顔が険しくなる時あるなとか、あ一瞬今集中切れてたなみたいなところがあったので気になってたんですけど、なんかちょっと喉調子悪かった？そうですね、完全ではないんですけど、まあ言い訳にはしたくないので。なるほど、はい、そうだったんだね。鑑みるか鑑みないかは置いておいて、そうだね、なんか少しそれが原因か原因じゃないかは置いておいて、確かにちょっと今切れてるなという時が、集中が切れてるなという時があったりしたので、100% な状態のパフォーマンス、それは体調もそうですけど、さらにそうだね、ステージに立って降りるまで、ずっとパフォーマンスアーティストとしてのスイッチが完全にオンになっている状態でパフォーマンスをまた見させてもらえたら嬉しいです。お願いします。お願いします。生徒、お願いします。嬉しい、お願いします。嬉しい顔し、嬉しい、ほっとした、すごく嬉しかったです。ここに来てパフォーマンスが大きく化けるっていうのはなんか純粋に嬉しいです。なんかこう頑張っていたけど結果が出ない時とかもきっとあったと記憶してるんですけど、まあ、やっぱり頑張っていると試験管に水を溜める作業のようなもので、どこかで溢れるまではもう注いでも注いでも何も変わらないから嫌になっちゃう時来ると思うんですけど、やっぱ伸びます。努力しても変わらない時はあるけど、努力しないと絶対変わらないので、やってきた努力がこう実を結ぶ瞬間っていうのはやっぱあるなと今日の生徒を見てて思わせてもらったので、それがすごく嬉しかったですし、さらに
そうなってくると本当に頑張ることって楽しいなってきっと思えてくると思うので、合宿決して長い時間じゃないのでがむしゃらに頑張ってほしいなと思いますし、1週間でもバカみたいに伸びることってできるのでものすごく期待してます。よろしくお願いします。お願いします。エイキ、よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい成長っぷりを相変わらず見せていただいて感動しました。歌ももともと上手かったけど、やっぱり踊りながら歌うっていうのは特殊技能だったりすると思うんだけど、努力の方向性としてここもっとこうだったらっていうところは全然ないので、ダンス頑張った分ダンスが伸びて、歌頑張った分歌も伸びて、踊りながら歌うっていうのを繰り返し繰り返しやっているから踊りながら歌う筋肉もいつの間にかついてきて、まあ、何よりもそこまでまっすぐがむしゃらに頑張れるっていうのはもう才能なので素晴らしいなと思っています。ここから先さらにこうパフォーマンスしていくぞっていうのにあたって、また具体的な意識の変化っていうのはきっと必要になってくると思うんだよね。角度つけてみようとか、ちょっとこうやってやったらセクシーなんじゃないかとか、そういった見てる人をときめかせる技術をさらにつけていってくれたら嬉しいなと思います。ただ何せその努力の方向性とその努力の量がパフォーマンスから見えるっていうことがすごいので、本当に心から尊敬しております。まだちょっとすぐ合宿になっちゃいますけど、なんかいつも頑張ってるので頑張りましょうっていうのもちょっと心が苦しいところあるんですけど、頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてラン、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。次が合宿1週間とかになってくるので、がむしゃらなパフォーマンスをするとどうなるんだろうっていうのを見せてほしいなと思ってます。ステージ上で何回か起きに行ってしまうことがあるので、すごくかっこいいダンスだったり、まあ、歌だったり歌いながら踊るパフォーマンス、いろんなものをいろんな武器を少しずつ少しずつ増やしてくれてると思うので、見てて楽しい瞬間も増えたんですけど、感情をこう置きに行ってしまうと、その分その瞬間お客さんの感情も置かれてしまうので、一回そうだね、さらにがむしゃらな部分を強めてくれたら素敵なランがもっと見れるなというのを知っているので期待しているというところもあります。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてタクト、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。パフォーマンスがどんどんと成長されていることが楽しくてしょうがないです。そうだね、改めてどういうアーティストになりたいのか、どういうパフォーマンスをしていきたいのかっていうのを自分の中で明確にして、そこに向かっていく時が来ているのではないかなと思います。5年後の自分の姿を想像して、そこに向かって一緒に進んでいけたらなと思うので、合宿短いようで長いようで短いような絶妙な期間だと思うんだけれども、ちょっとそうだね、体だけじゃなくて頭も使っていろいろ考えていく手伝いができたらなと思ってますんで、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
そして、カノン。お願いします。こちらこそお願いします。本番すごかったですね。やっぱり本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。積んだ経験がそのままステージで出せるということは、合宿分の経験ができたらどんなものをステージで見せてくれるんだろうという期待がやっぱりものすごく膨らむ一方ですし、一つ一つのパフォーマンスに対して、ただ覚えるっていうだけじゃなくて、自分の頭で考えながら表現しているっていう感じが伝わってくるのを、アーティストとしてもすごい魅力だと思うので、こればっかりはそうしてって言ってもできない人もいっぱいいる中で、早い段階でそれをパフォーマンスだと、それを音楽だっていうことを、それを自分でこう気づけているっていうのは、アーティストとしてすごく優秀なことなので、合宿が終わる頃にちょっとどんなパフォーマンスしてくれるのか今から楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浩平。よろしくお願いします。お願いします。パフォーマンス自体も成長されてるのがすごく伝わってくるのはとても嬉しいですし、やっぱ最後の本番で今までの表情にないものをちょっと見れたところもすごく、期待に胸が躍ってるところです。パフォーマンスって本当に正解がないものではあるので、自分にとってベスト、音楽にとってベスト、グループにとってベスト、いろいろあると思うんですけど、少なくとも今それをこう実現するために必要なスキル、歌だったりダンスだったり、そういったものが本当に一日ごとに伸びている状況だと思うので、ぜひ合宿実りのある時間を作って、もう思う存分成長していっていただいて、どんどんと、まあそうですね、こんだけいろんな方々いらっしゃるので、いろんな正解を目で見て、いろんな正解を受け入れて、その中で自分の正解をまた新しく作っていってくれたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ハヤト。ありがとうございます。ありがとうございます。歌って踊るっていうことに、こんなに早くここまで本気で取り組んで成長してっていう段階を見れるんだなというのが心から喜びでございます。すごい素敵だったし、ハヤトもあと1週間あったらどういう形のアーティストになる、もしくはなろうと思うんだろうというのが、とてももう期待で胸がいっぱい膨らんでいるところなので、合宿頑張りましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。もろもろの説明をまた受けると思うので、そちらかなに行ってもらえばいいかな。大丈夫ですか。はい、ではそちら側に行って指示を仰いでください。チームでの相性、それこそもうその段階ではもうマーゼルの形がある程度見えてきた時に、そしてこう誰が受かる、誰が残る残らないにしろ、そこにいる人たちでできるのは間違いないじゃないですか。なのでなんかこうハマるハマらないはやっぱどうしても生まれてきてしまって、
うん、それこそ多分ザファーストで言ったらその翔太の微妙な悩みとかもそれだったと思うんだけど、クオリティの高い低いではなくてハマるグループっていうものが生まれづらくて、自分をグループに寄せるっていうことが彼の場合はできるタイプだったから、自分俺も悩んだっていうか、多分今回デビューするグループがどういうメンバーの組み合わせになったとしても食い合わせ噛み合わせっていう意味ではハマりづらい瞬間がやっぱ少なくなくなっちゃうなっていうのはやっぱ感じましたね。コンテストだったら絶対に残るけど、グループを作る、そしてグループの形がもう見え始めてきている時のオーディションってなるとこういうことはやっぱ起こると思う。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当合宿といえどマジ一瞬で終わっちゃうと思うので、ぜひとも本当3日間ですごい成長する人もいれば、それのもういくつとか経験どのくらいとかも関係なく3日間くらいで、あ、こうなろうと思ってそこに向かって具体的にイメージしたものに対して具体的に向かっていくと3日間くらいでバコン伸びることって結構あったりするし、逆にその何年やっても伸びないパターンが本当にあったりしちゃうから、ただレッスンの時間を普通に消費しちゃったりとか、なんとなくやっていくと本当にそうなっちゃうから、実りのある時間にできると思っているので、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後の課題曲を発表します。曲名はミッション。マーゼルの M だしね。いやー、今日も長尺ですのでいろんな感情が込み上げていったのですが、ちょっと全部は言えないかな。そうだな、直哉くんはやっぱりすげえ飛び抜けてるエースだなっていう感じ。本当に歌で引きつけて、表情で引きつけて、ダンスで引きつける、そして練習の時にね、みんなに、ここはこうで、ここはこうだよ、ここが良かったよ、これこうしたらもっといいんじゃないって言える芯の強さ、そして、クレーバーなところ、すごくねチームの要になるんじゃないかなって。こういう子がね、嫌味なく、多分本当にめちゃくちゃ強気の子だと思うから、なんかどう彼がこうエース的な存在で引っ張っていくんじゃないかなと思いますね。で、龍樹くんは本当にラップのその声質、声の成分っていうのがめちゃくちゃ良くて、しかもまあレコーディングプリプロの時もそうだけど感情が乗る、直哉くんもそうだけど音楽曲を体現自分でしている感じが、本当に BMSG のアーティストとしてふさわしいんじゃないかなって思いますね。それはコメントとかはすごいね、若い子でストレートでそこも僕は好感持てるんだけども、やっぱラップの声の成分っていうのはすごいなって思いますね。ガラッとこう世界観が、景色がこう開ける感じ、色が変わる感じっていうのは曲の中で絶対大事なので、ラップを取る意味っていうのがありますので、素晴らしいなと思いました。カイリュー、カイリューはね、本当に調子が悪くてもあれぐらいの歌をもう歌える。ただね、本当スカイハイさんが言ってるのは、まあどんな状況でもこうステージに上がったらオンであれと。僕もね、前やってたバンドの解散ライブが39度ぐらいのやつだったけど、関係ないからね、ステージ上がっちゃったらね。そういうことを言いたかったのかなと。で、まあ、まだまだカイリューに期待している、やっぱ、カイリューの歌好きだと思うんですよ、スカイハイ。だから、僕もそう、なんかいろんな歌を聴きたくなる、いろんな、
引き出しを増やしていろんな歌を歌ってほしいなって思いますね。僕は本当にカエリの声歌声のファンですね。本当にキャラクターも好きだけども、あの彼にまたまたね注目していきたいなと思います。はい、生徒、いやー今日のこの今回の生徒良かったね。前から言ってる声がやっぱ抜群にいいです。あのちょっと発声が少しずつ変わってきて、やっぱもともと喋ってる時から癖があるんでね、あのちょっとこう空気が抜けちゃうような喋り方、うん、けどそれがある意味彼の声の成分、声質を生んでいるところもあるので、うまくそれを、まあ、腹式呼吸なりなんなりと、あと口の開け方なりでいい感じに残しながら声量は稼ぐとかね、あのそういうのはなんかね、あのちょっとずつできてきてるんじゃないかな。プラスちょっと感情が開けてる、音楽をこう自分でこう身を委ねることができているんじゃないかな。そしてチームでチームを信頼してやっている、やっぱチームの絆というのに気づいてすごくこう委ねれてきているんじゃないかなと、うん、すごかったですね。生徒よかったなと思います。はいはい、英樹くん、もう英樹もう泣かすから、もうあのもらい泣きしちゃうからもう。うん、だ多分ね、あの現場にいるスカイハイさんとか、まあ、サキコさんとかマニーさんとかがね、あの体感してるんだと思うね、彼の努力。ね、やっぱ歌もダンスも初心者でここに食らいついてくる並々ならぬ努力と、彼の性格、うん、本当にマーゼルのね両親とも言うべきか、あの彼が今後どういう発言をしていくのか、そしてどういう成長していくかっていうのもマーゼルの醍醐味かなと思いましたね。はいはい、ラン、いやーなかなかやっぱランは心、僕の心を揺さぶっちゃうね。うん、けど自分のコメントでもあったように、ここに、ここが僕の居場所だと言えるようになったランが少しずつこう心を開けていっているなと僕は思っていて、それはね、スカイハイさんも期待がすごいのよ、ラに対して。あの可愛い子には旅をさせろじゃないけども、でみんなもそうだと思うし、僕もそう、やっぱランってやべえって思ってるから、あの未完の大器で終わってほしくないのに、スカイハイさんはもう早く早く、そのもうぶち破ってくれね、あのバーゼルの中心になってくれってスカイハイさん思ってるわけだから、やっぱ少しね、あのきついことも言うけども、本当にね、アーティスト、芸術作品というのは完璧じゃなくていいんですね。感情をぶつけていいんです。綺麗な踊りだけじゃなくてもいい、本当にコア君の曲で踊ったようなラン、歌もそれを出していい、感情を出していいんですね。本当にランがランのまま作品を表現した時にどんな風になるか、ランはランでいいんだよっていう、俺見ろっていう感じでね、やってくれたらマジで叶うやついないと思いますんで、そういうラインをスカイハイさんも期待しているんじゃないかなと思いましたね。で、タクト君よ、タクト君やっぱりそのカッコつけない言い回し、言葉のしゃべり、まあ僕は人として好きですね。で歌の才能がまだまだあるし、やっぱダンススキルが高いので、やっぱり、そうだ同様ね、あのダンスグループにはね、ダンスを引っ張る指針となる人が必要ですので、もう必ず彼はビューハスの中でね、必要な存在になっていくんだろうなと感じております。カノンね、やっぱ歌がめちゃくちゃいいし、表情が俺はめちゃ好き、うん、やっぱ綺麗な顔してるよね、カノンのこの表情やばいっすね、最高ですよ。今後のカノン君も僕は期待していきたいなと思います。コウヘイ君ね、最初に見たときからかっこいいなと、あのダンスも見てね、ダンス見てかっこいいなと思ったんですけど、ここにも残ってきましたね。もともとね、彼の歌とかね、キャラクターとかね、キャラクター明るいよりすごくね、もっともっと知りたいなと、合宿のシーンでね、いろいろ見れるかなと思うので楽しみにしております。ハヤト君、僕はね、結構ね、今回のゲットダウンで一番成長を感じてます。歌の成長が半端ないです。かっこいい歌い方できてるし、なんせアクセントの使い方がすごくいいです。
リズムの使い方がすごく急速に良くなりました。だから多分英樹君と一緒で、まあ伸びしろ君ですね、彼も、うん、本当にこの合宿でグーンと伸びるんじゃないでしょうか。表情のやっぱ作り方がやっぱユニークだよね。やっぱ口結構口で表現するね、あわあわとかですね、綺麗な口元してるからね。まあ本当に彼もこの合宿一宿でグーンと伸びるんじゃないかなと思いました。はい、というわけで今日はちょろちょろこう涙が出てしまいましたが、ミッションミッションエピソード10、ゲッダンゲッダン、うん、いや大丈夫。なんかランはね、少しずつやっぱり自分でこう葛藤しながら、真面目だからね、うん、本当にね、感情のままに、うん、やってくれる日が近いんじゃないかなと思いました。いやいよいよ佳境ですよ。ミッションミッション面白かったです。本編最高、いろいろ感情が高ぶります。俺も頑張っていきます。というわけで、チャンネル登録高評価の方お願いします。白石秀則でした。